14元里15院や16玉穂17五天場18高根22富士岡五天場市の地域では静岡県五天場市内における地域について解説する五天場市は五天場市誕生以前の旧町村の範囲を引き継いだ地区で分割されているその他小山町から編入された古沢地区が高根地区に含まれている藤岡地区を除く各地区は 旧町村から引き継いだ財産を管理する財産区が設置されている。各地区ごとに運動会が開かれるなど、地区ごとの結びつきが見られる。各地区はさらに自治会に分割されている。自治会はさらに組や藩などに分割されいわゆる町内会単位の組織が形成されている。自治会は大技ごとのものが多いが、人口の増加などにより新規に誕生することもある。また、 住民同士のつながりもあり、所属する自治会名と住所の大技が一致しないこともある。自治会はどんどん焼き、盆踊りを行うなど、地域の伝統文化を担う一方、行政的な側面では行政区と呼ばれる。旧御殿場町に由来する。御殿場財産区が設置されている。地域中心部に位置する。東側は箱根町と接する。御殿場市役所、御殿場駅。 五殿場インターチェンジが設置され、市の中心市街地を形成する。あ沢湯沢柏ざの木、長原は大技ではない。その他の地区も、自治解明と大技が一致しない地区が多く見られる。旧富士岡村に由来する、財産区は設置されていない。市域南部に位置し、裾野市、箱根町と接する、住宅地と水田が広がる。西側は、 東富士演習場になっており、隣接して自衛隊駒角駐屯地が設置されている。駒角工業団地、神場工業団地など工業団地が設置されている。風穴、町屋、高内、小尻は大技ではない。中山上、中山下は大技中山。旧玄里村に由来する。玄里財産区が設置されている。地域中心部に位置する。住宅地が広がる。 自衛隊いたずま駐屯地が設置されている。北端は、大技ではなく、九院の村からの移転してきた、西の九州落名に由来。矢崎は、矢崎創業の社宅。旧玉穂村に由来する。玉穂財産区が設置されている。市域中心部に位置する。範囲は、東富士演習場を含み、隣接して、陸上自衛隊、滝ヶ原駐屯地、米軍キャンプ富士。 中央青少年の交流の家が設置されている。御殿橋陸上競技場、御殿橋体育館、触れ合いプール、玉穂といったスポーツ施設が多い。グミ沢下、グミ沢上は、大技主優、沢、中畑あずま、中畑北、中畑南、中畑西は大技中畑九院の村に由来する。院や財産区が設置されている。地域の西部に位置し、 範囲は東富士演習場や富士山を含む6地区の中で人口が最も少ない全域が大阿座院や旧高根村に由来する高根財産区が設置されているが旧高根村ではない古沢地区は財産区議会選挙の選挙区から外されている地域の北部に位置し小山町と接する水田が広がるまたわさびの生産が盛んである吉野は 大技ではない。ありがとうございます。